ハロー、エブリアントで、今回ですね、本日なんですけども、本日はバグを使った動画ではないんですよ。はい。ということで、だいぶ前にですね、たぬき商店とかそういうお店のね、屋根に登れるバグっていうのが発見されたじゃないですか。さあ、まずこのように崖を作って、この崖の下に作りかけパズルを設置すると。はい、このように。で、これで一回崖の上に登って、作りかけパズルに向かって、はしごをこのように設置すると。はい。で、ここでうまいタイミングで、来た突き込んじゃった、嬉しすぎて。このようにね、バグを使ったらですね、タヌキ商店の屋根に登れるんですけど、今回ですね、なんと、バグを使わずに、タヌキ商店の屋根に登れる方法みたいなのが見つかったのでね、早速それをやっていきたいと思います。もうこれをね、ツイッターで見つけた時はね、なんだこれすげえって思いましたからね。ということで、早速やっていきましょう。やっぱね、バグしたくないけど、タヌキ商店登ってみたいっていう方いると思うんですよ。知らないですけど。Stand by. Stand by. Beautiful. 箱の中身は何じゃろうな。サイクルキャップ。どうみんな。これ似合ってる、このサイクルキャップ。違和感しかない。どうやってバグなしでタヌキ商店の屋根登るかっていうと、今からね、僕今から初めてこれやるから、うまくできるかわかんないですけど、まあ、やってみます。まずタヌキ商店の後ろにですね、このように崖を作っていきます。これほんとツイッターで見たんですけど、誰でもできそうだったんですよね。もう、赤ちゃんでもできそうなぐらい簡単。このようにタヌキ商店の後ろに崖を設置したら、あとはやることはたった一つ。このマイルザインを貼るだけ。おい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 。マイルザインが貼れました。ここでカメラを起動するんですよ。角度を変えると、うわ、すげえ。うわすごい、めっちゃタヌキ商店の屋根に登ってるみたい。タヌキ商店の屋根に登ってますよみたいなマイデザイン、よく考えたねこれ。制作者さんの URL は説明欄に載せとくんで、真似したい方は真似してみてください。これマジ一瞬ガチで登ってると思ったからね、ツイッターで見かけた時。えいやいや、もうタヌキ商店の屋根登ってますやんみたいな。うわすげえ、バグなしでタヌキ商店の屋根登っちまった。ひぇー。でですね、これだけじゃないんですよ。こちらのビーチタオルっていう家具をリメイクします。マイデザインを選ぶで、こちらのマイデザインを選んでいただいてリメイクします。そして今リメイクしたビーチタオルをここに設置します。そしたらなんとですね、タヌキ商店の屋根の上で寝っ転がれるんです。大迷惑。お店の屋根の上で勝手に寝っ転がるとかめっちゃ迷惑だけど、まあ、こういうことができると。このアイディアはすごい。ということで以上、バグを使わなくてもタヌキ商店の屋根に登った風な感じになれる動画でした。すごいね。